左側の下のところ登って行く間にオコタンペコが見えてきますから、チラッチラッと下の方見ててください。喧嘩しないよ。あまり右行かないで。いいですか。今動画ですから。今動画ですから。こういうところで立ってんです。晴れてよかったですね。次静止画。光ってるね、願望が。撮ってあげますか。さあ、参りましょうか。ズボッと入るからね。あの前のめりに落ちていかないこと。ズボッと入ったら危なかったらお尻からツトンと。谷側には絶対落ちてから、山側だから右側に転ぶという、右側の後ろに転ぶという。おこたんぺ、人が歩いたような跡がスーッとこうついてますよね。転んできたじゃないですか。そうですね。ちょいこっち側、体重55キロ以上の方は気をつけてください。こいでこいで。なんでだ。気をつけ、ゆっくり立って、ゆっくり立ってください。
しぶとから、まるまる太ってるね、うん、美味しそうに食べてるから。さっきはエゾマツとダケカンバがね並んでましたけど、今度はここに来るとトドマツだと。でウロがこれできてるね。呼んでごらん、シマフクロウ出てくるか分からん。さあここからまた降ります。さああとはもうここを下るだけですね。車道見えてきたでしょ。なるべく樹林帯の方に入っていきますけども、凍ってるところで滑ったら、さっき言ったように頭から落ちていかないこと、横にならないこと、亀になること、ね、慌てないこと。だいたい登ってきたルート近くを歩いていきますからね。車道が見えてる、これね、車道っていうか、おこたんべに行く。ちょうどあそこ、オンコの木が下見えますでしょ、斜面に。あっこがここの稜線に取り付くポイントなんです、うん、で確かその辺が、千歳市と恵庭市の境界線だったかな、うん、いやはいはいはい。気をつけてよ。林道で転ぶってことある。さあ行きますか。高いね、あそこの上までね、一気に登ったんだ。降りてきたのか。一気に降りてきた。一気に降りてきた。半径70メーター。まだ1台車残ってましたね。